私の名前はてるみ。現在、夫のケンジと一緒に働いて、将来のためといってお金を貯めています。私たちが住んでいるのはマンションの一室で、私もケンジも共働きのため、家事を分担しているのですが、なかなかケンジは家事をしてくれません。料理も掃除も、実家にいた頃は、ケンジの母親が全部やってくれていたみたいで、最初は家事を分担すると言ったら、鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていました。それでも私が共働きだから一緒に家事をするものだと彼を説得すると、彼はしぶしぶと家事を始めました。しかし今まで一度も家事をやったことのない彼は、一筋縄ではいかないことに苛立つようになりました。料理では野菜の切り方もわからずに変な切り方をして怪我をすることもありました。その時には私が手当てをして代わりに料理をしてあげたのですが、それ以降彼は料理当番になっても野菜を切る手順があると私にやらせます。野菜と包丁だけ出して、俺がやるとまた怪我しちゃうかもしれないだろう、なんて言って怖がってみせます。なんだかんだ私も甘くて、そんな彼の言い分を受け入れ、彼の代わりに野菜を切ってあげるのです。それが良くなかったのでしょう。その次は油が跳ねるのが怖いからといって、天ぷらなどを揚げる時も私に任せるようになりました。皿洗いの時に皿を割ったから、もしかしたら次も皿を割るかもしれないと、彼は皿洗いをするのも私に任せるようになりました。さすがにこれには私も怒りました。いくらなんでも任せすぎだというと、彼はあっけらかんとして、だって俺が手を出すと皿を割ったり怪我をしたりするだろう。それともてるみは俺に怪我をしてほしいのか。彼はそういえば自分が甘やかしてもらえると思っているみたいですが、その時は違いました。私も彼と同じくらいの時間働いているのに、家事を私の方が押し付けられるのは間違っています。私だって何度も料理をした時に怪我をしそうになったわよ。でも慣れていないことなんだから当たり前でしょ。あなたがこんなことで料理から逃げるんだったら、家事なんて一生できないわよ。私もあなたと同じくらい仕事をしているんだから、家事分担は当たり前。それとも料理以外の家事を全部やってくれるの。彼は渋りました。料理以外の家事も彼は初めてでした。洗濯物だって自分の服の中に手洗いをしないといけないものがあったのに、それを洗濯機に突っ込んで破れてしまっていたのです。最初彼はそれを見て、お店が不良品を売ったと言い出しましたが、私が手洗いはしたと聞くと、ポカンとしていました。買ったばかりの服だったみたいで、彼は服が破れてしまったという苛立ちを私にぶつけてきました。最初はわからないのも当然のことかもしれませんが、八つ当たりをされても困ると私がはっきり言うと、彼は黙りました。それから彼は洗濯物をしなくなったのです。料理も洗濯もしないとなると、あと残っているのは掃除だけです。それだってトイレや洗面台は汚いからやりたくないと言い出すのです。もうお手上げです。家事分担をしていいと言い出したのは彼の方です。それなのに私に家事を押し付けてくるようになるのはいただけません。私がにらみつけると、彼はわかったよと言いました。掃除はするから。洗濯物も干してよ。洗濯機を動かすのは私がしてあげるから。わかった。彼は少し嫌そうにしていましたが、ここで引き下がったらまた調子に乗って私に家事をやらせようとするでしょう。皿洗いはしてくれないのよね。それじゃあ私の負担を減らすために食洗機を買ってくれる？彼は驚きましたが、買ってくれないのなら皿洗いも手伝わせると言うと、彼はしぶしぶと食洗機を彼のお金で買うのを了承しました。相変わらず私が料理をして皿洗いをして洗濯機を回さないといけないのは変わりませんが、
それでもケンジが掃除をしてくれているみたいで、よかったです。しかし、私は気づきました。私の部屋だけ掃除がされていないのです。リビングやケンジの部屋や、風呂場やトイレなどは掃除をされていますが、なぜか私の部屋だけ掃除がされていません。埃が床に溜まっているのを見かねて、私はケンジのことを呼びました。もしかしたら、私の部屋に勝手に入ってはいけないと思っているのかもと思ったのです。私の部屋の掃除をしていないみたいだけど、入ったらいけないとか思っていたの？掃除のためなら入っても構わないのよ。私の言葉にケンジは一瞬だけ目を丸くしましたが、すぐに、ああそうだね、今度からはちゃんと掃除をするよと言ったのです。やはり私の部屋にむやみやたらと入ってはいけないと思っていたのだろうと私は納得しました。数日後、私の部屋もようやく掃除がされていました。そんなやりとりがあった1ヶ月後、私は異変に気がつきました。私の部屋のアクセサリーを入れている箱からいくつかアクセサリーがなくなっていたのです。しばらく外出の時にアクセサリーをつけていません。前に確認した時は全部あったはずなのです。持ち出してもいませんし、箱を開けてもないのでなくなるはずはありません。それにこの箱に触れることができるのは一緒に暮らしているケンジのみです。私は試しに箱を持ってケンジに聞きました。ねえケンジ、掃除するときに私のアクセサリーを見なかった？箱の中からなくなっているみたいなんだけど。私の言葉にケンジはびっくりと肩を震わせました。俺が取ったと思ってるのか？全然違うからな、俺はアクセサリーとか興味ないし。ええ、知ってるわよ。でも掃除中に見かけてないかと思って聞いてみたの。さあ、わからないな。掃除中は集中してるから。その箱も見たことがないし。彼は知らないと言っていますが、しかし気になります。彼は明らかに動揺しているようでしたし、掃除に集中していたからアクセサリーに気づかないというのはおかしな話です。このアクセサリーが入った箱は棚の分かりやすい場所にありましたし、棚も掃除された後のようでしたから、これは何かおかしいと思って、私はケンジのことも疑うことにしました。悪いとは思いつつも、ケンジがいないときにケンジの部屋を調べたりしましたが、私のアクセサリーは出てきませんでした。どうしたものかと思いつつ、私は自分の部屋にある仕掛けをすることにしました。カメラを仕掛けるのです。私はスマホを2台も持っているので、片方を充電しながら部屋の中を撮るように置いて、帰ったら動画を確認するという仕掛けです。仕掛けを始めて3日間は何事もなく済みました。私の考えすぎかもしれないとは思いつつ、私は動画を撮るのを続けました。するとカメラを仕掛けて5日目に、私の部屋にとある人物が入ってきました。お母さんです。合鍵は誰にも渡していないはずなのですが。私もケンジも仕事でいないときに、なぜ彼女が私たちの家に来ているのか、私はわからなくて一瞬固まってしまいました。彼女はその手に掃除道具を持って、私の部屋の床を拭き始めて、さらには棚の掃除もし始めました。私はその時あることを思い出しました。気がつくといつも掃除が終わっていましたが、私は一度もケンジが掃除をしているところを見たことがありません。それどころか、私が家にいないときはケンジも仕事のはずなのに、ケンジはいつの間にか家の掃除を完了していたのです。先に気づくべきでした。掃除はケンジがやっていたのではないのです。私もケンジも仕事でいないときに、ケンジがお母さんを呼び寄せて掃除をさせていたのです。私は呆れてため息をつきました。これでケンジが私に掃除の時にアクセサリーを見なかったかと問いかけた時にうろたえた理由が分かりました。
ケンジは確かにアクセサリーが入った箱を見ていなかったのです。彼は一度も私の部屋で掃除をしていなかったのですから。となると私のアクセサリーがどこに消えたのかはケンジではなくお母さんが知っていることになるかもしれません。お母さんにいきなり電話して私のアクセサリーを知らないかと聞いても失礼なだけでしょう。私は悩みました。ケンジも自分の母親に掃除をさせていたことを問いただしても言いよどんで話にならないと思います。なので私は今まで掃除がされていた日にちを思い出して自分の手帳に書き込んでみました。お母さんが掃除に来るのはいつも金曜日でした。この前動画を撮った時は午前10時から来ていたみたいなので昼の時は必ず家にいるでしょう。冷蔵庫の中のものは減っていなかったのできっと昼ご飯は自分で持ってきたものを食べているのでしょう。もしくは外食をしているか。お母さんは3時くらいには家にいると見越して私は金曜日にお休みを取ることにしました。午前だけ働いて午後からは休みにしてもらった私はさっさと家まで帰るとそっと家の扉を開けました。案の定玄関には私とケンジ以外の靴が揃えて置いてありました。お母さんはいるみたいです。リビングに入るとお母さんがソファーでくつろいでいました。こんにちはお母さん。彼女は後ろから声をかけられて飛び跳ねるように驚いて私を見ました。彼女は私も仕事だと思っていたのでしょう。鉢合わせることは絶対にないと思っていたからこの時間にマンションにやってきて掃除をしていたに違いありません。どうしてテルミさんがいるの？体調でも悪いの？驚き方がなんとなくケンジに似ていて私は思わず笑いました。今まで掃除をしていたのってお母さんだったんですね。私今までずっとケンジが掃除をしてくれていたと思っていたんです。私がそう言うと彼女は私が体調不良で帰ってきたのではないと分かったらしくおろおろとし始めました。だってケンジは今まで家事をしたことがなかったのよ。それに働いているのに家事をやらせるなんてそんなかわいそうなことできるわけないじゃない。だったら働いているのに分担していた家事を無理やり押し付けられている私はお母さんにとってかわいそうじゃないのでしょうか。私はため息をつきました。お母さん、私もです。私も働いてますよ。ケンジと同じで正社員として働いています。テルミさんは今までも家事をしたことがあるからいいでしょ。ケンジは今まで家事をしたことがないのよ。だからってしなくてもいいってことにはなりませんよ。私だって最初は家事もつたなかったんです。それでも家事をしたから家事ができているんです。ケンジは一度も真面目に家事をしたことがありません。そんなんで家事ができるようになるわけありません。私の言葉にお母さんはまともに言い返せなくなったのかうつむきました。今までケンジは家事を何一つやったことがなくて実家では全てお母さんがやっていました。だから私にバレなければお母さんにやってもらってもいいと思ってしまったのでしょう。今まで自分以外に全部家事を任せていたから自分からやろうという気持ちにはどうしてもなれなかったのでしょう。私は本題に入ることにしました。私のアクセサリー盗みましたか？私が直球でそう聞くと彼女はハッとした顔をして首を横に振りました。知らないわよ。ブレスレットなんて知らないわ。どうせどこかで落としたんでしょ。私アクセサリーって言っただけでブレスレットなんて言ってませんよ。確かになくなっていたのはブレスレットでしたね。どうしてブレスレットがなくなったって知ってるんですか？知っているとしたら箱の中身を知っている私かアクセサリーを盗んだ人しかわからないと思うんですけど。私が淡々と言うと彼女は顔を赤くしました。
今までおとなしそうにしていたのに、盗んだと言われたことが気に障ったのか、彼女は私のことを睨みつけました。何よ、掃除はしてやってるんだから感謝しろ。私は報酬を受け取っただけよ。源氏が生活する場所ならいいけど、嫁の部屋まで掃除してやったんだから、部屋を掃除してあげた分何かをもらってもいいでしょ。確かに最近はアクセサリーをつけることもなくなって、そろそろ処分をしようかとも考えていました。しかしだからといって盗まれて怒らないわけではありません。それに報酬と言われても、私からアクセサリーをあげたわけではありません。お母さんが勝手に報酬が欲しいと言って私のアクセサリーを盗んだだけです。これのどこが泥棒と違うというのでしょうか。しかもお母さんは私の部屋を掃除するなら報酬が欲しいと言っているのです。最初の頃、私の部屋だけ掃除されていなかったのは、入っていいか分からず掃除をしていなかったのではなく、意図的に私の部屋を掃除しなかったのです。いかに私が賢治と比べて見下されているのかが手に取るように分かりました。お母さん、いくら親戚になったからといっても、私のアクセサリーを勝手に盗むのは犯罪ですよ。分かってるんですか。盗んでないわよ。あのアクセサリーは正当な報酬なんだからね。私は呆れてしまいました。確かにお母さんは今まで私に対して賢治よりも下の存在という認識をしているなとはひしひし感じていましたが、まさかここまでとは。大人であるならば心で思っていても態度や行動に出さないのが普通だと思うのに。アクセサリーを返せって言うのならこの家から出て行ってもらうわ。私が賢治に頼めば、てるみさんの立場なんてすぐに悪くなるんだから。賢治は私と結婚してるんですよ。私の話も聞いてくれるはずです。何を言ってるのよ。賢治は私の話を聞いて、私が掃除した方がいいって言って、私に家の合鍵を作って渡してくれてるのよ。嫁のあなたには内緒でね。だから私の方が賢治にとっては大切なのよ。彼女は勝ち誇ったような笑みを浮かべると、今日は帰るわね。賢治に余計なことは言わないでちょうだいよ、と言って私の横を通り過ぎて帰っていきました。私は彼女を止めることはしませんでした。その後にしたことは簡単です。私は帰ってきた賢治とはいつも通りの生活を送って、翌日マンションの解約手続きをしました。私の分の荷物だけ段ボールに詰めて引っ越しを始めました。いきなり私が段ボールに荷物を詰めていくのを見て賢治は驚いていました。どうしたの?と賢治に聞かれたので、私は簡潔に、あなたが私がいない間にお母さんを家に入れて掃除をさせて、お母さんが私の部屋を掃除したから報酬だって私のアクセサリーを盗んだから、盗っ人が自由に出入りできるところに住み続けようとは思わないでしょ、と言うと彼は絶句していました。お母さんは勘違いしていました。お母さんは私にアクセサリーを返せって言うのなら出て行けと言っていましたが、そもそもこのマンションは私の名義で借りています。名義人を追い出すことなどできないのですから、出ていくのは賢治の方です。しかし賢治もお母さんもこの家の合鍵を持っています。鍵を新たに作ってもらうのも面倒ですし、そもそも身内に盗人がいると私は安心して暮らすことができません。お母さんに合鍵を渡していた賢治も盗っ人の共犯者です。賢治が驚いている中、私は淡々と賢治に説明をしました。お母さんが私のアクセサリーを盗んでいたことも、金曜日にお母さんに話を聞いたら返さないと言われたことも、返せというのならマンションから出て行けと言われたことも全部話しておきました。しかし賢治は、
俺に内緒で母さんを騙すなんて。と言い出しました。罪の本質を理解していないようだったので、これ以上の話し合いは無理だと私は家を出ることにしました。もちろん引っ越し先はケンジには教えません。またお母さんと一緒になって私のものを盗まれても叶いませんから。私が出て行って1週間ほどになって、お母さんとケンジから電話がありました。仕事の日にもかかわらず何度も着信がかかってきていたので、彼らにとっては急を要する事態が起こっていたのでしょう。仕事が終わって私が電話に出ると、ケンジが泣きそうな声で、マンションから出て行けって言われてるんだけど、と言い出しました。だって私その部屋を解約したから出て行ったのよ。手紙見なかったの？離婚届と何日までに退去しろって内容を書いた手紙を送ったはずなんだけど。そんなの確認してないよ。いつもポストの中はテルミが確認してくれるじゃないか。私は帰った時にポストの中に何かあるか確認するだけで自分のやる役目だとは思っていなかったのですが、ケンジは違ったみたいです。要するに私がいつもやっていることだから、自分はポストを確認する必要がないと放っておいたみたいです。確認を怠ったケンジが悪いんじゃないの？私は関係ないわ。すぐにそのマンションから出て行ってね。無理だよ。実家に帰ろうにも母さんもここに住み始めたから。俺が料理も皿洗いも洗濯もできないって知って引っ越してきたんだ。実家はもう売っちゃうみたいだし。知らないわそんなこと。ああ、アクセサリーならもう返さなくていいから、その代わり絶対に離婚してね。そうしないと警察に被害届を出すから。私はそう言って電話を終わらせました。次はお母さんからの電話に出ました。どうしてケンジが家から出ていかないといけないのよ。あんた何かしたんじゃないの？もともとその部屋は私が借りていたので、名義人の私が解約してその部屋から出て行っただけですよ。お望み通り出て行ってあげたんですからいいじゃないですか。嘘でしょ？この部屋があんたの名義？ケンジの名義じゃなかったの？はい、私の名義です。だから早急にその部屋から出て行ってくださいね。ああ、あと離婚届も送ったのでちゃんと提出してくださいね。1週間以内に提出しなかったらお母さんがアクセサリーを盗んだと警察に被害届を出しますから。そんな。私は電話を切りました。離婚届を出したという報告は聞きたかったので、しばらくの間はブロックせずに置きました。そして1週間後に離婚届を出したという報告とともに、私は彼らをブロックしました。今では狭いボロアパートで2人で暮らしているんだとか。私にはもう関係のない話ですね。